こんにちは。今回ね、ホワイトのサインペンを買いました。ホワイトのサインペン、特徴は何かというと、ガラスとか鉄、金属にかけるってやつなんですよ。ちょっとね、試してみたいことがありまして、こうやって買ったんですけども、このプラスチック製品に果たしてかけるのかなと。通常のマジックだと、黒でほら、わかんなくなるじゃないですか。だからこれ白がいったんですよね。試しにちょっと書いてみますね。かけないね。どういうことなんだ。多分最初の頭のところにインクが染み出てかないと書けないのかな。染み出てこないですね。ペン先を、紙の上でこうね、何回もタップして、そうするとここに染みてきますんで、インクが。そしたら書けるんじゃないかなと思います。さあ改めていきますよ。お、書けますね。インクが染みてきたら、お、いいじゃないですか、これ。かけるかけるかける。よかった。で、太い方と、細い方がありますんで、これで安心。もう、ガラスとかね、かけますし、金属にもかけますし、こういった、ちょっと出ないですけども、キーボードとか、出ないね。こういった、プラスチック製品、こういうところにかけますからね、黒いところにこうやって。かけるでしょ。これ便利ですよ。だから、これはいいんじゃないですか。これ一つね。はい、かけましたというところでございます。商品名は、油性マーカー、マッキーペイントマーカー、極細。なんか、コードネームとか書いてないですかね。商品、ね、名とかね。まあでも、ゼブラで検索したらいいんじゃないですか。ゼブラ油性マーカー、耐水性、療養ペイントマーカー、匂いきつくない、はっきり書ける、不透明インク、金属にガラスに書ける、みたいなね、検索キーワードでございます。